重要施設の警備、守秘義務の契約がありますから、場所は言うことができません。しかし、誰でも知っている巨大な施設で起こった出来事です。当時私は警備員として、その施設でアルバイトをしていました。黙々とこなしていれば給料がもらえていましたし、不満があるといえば、休憩時間がもっと欲しいな、くらいしかデメリットがなかったので、数年間は続けていました。ある日の夜間警備にて、男女共用の広いスペースのトイレのチェックをすることになりました。危険物がないように、置いてあるものを持ち上げたり、便座の裏などをチェックします。夜間は、施設の電気は使用できないため、手持ちのハンドライトだけが、視野で確認ができる部分でした。私は教則通りに、端から順に、個室のドアを開けて閉めては、中を確認していたのですが、なぜか見終えたはずの右から3番目の扉が開いているんです。私はドアを開けっぱなしにして次の個室を確認などはしません。その時は右から個室を順番に確認していて、もう10個あるうちの8番目までチェックが終わっていました。それに気がついたとき、額から両肩にかけて、重みと言いますか、筋肉の筋がずれているような感覚がしたので、これはもしやと心霊現象を疑いました。当然、恐怖心もありましたが、もしここに不審者がいた場合は、始末書程度では済まないでしょう。なので、意を決して確認をすることにしました。恐る恐る開いている扉に近づき、中を確認しました。そこにはなんと、首を吊った男性の胸あたりから下が見えました。多少左右に揺れていました。これ以降、この首吊りの遺体は、施設の各所で見えるようになりました。時には、通路のど真ん中で、またある時は、休憩室のテレビの手前などで。複数回は、カメラでも確認をしましたので、防災センターの警備隊長に、このことを報告すると、そういうのは我々の警備対象ではないだろうと、何当たり前のことを聞いてるんだ、そんな感じで言われてしまいました。幸いなことに、その施設から配属が変わって、その首吊り遺体は見えなくなりましたが、たとえ不可思議な現象が起こっていても仕事の範囲ではないと断言ができる警備隊長がすごいなと感じましたね。そして警備隊長の目がどこかしらどんよりとしている理由が分かった気もしました。深夜営業のラーメン屋。先日友人とラーメンを食べに行った。深夜3時まで営業している店を知っていたので、早速友人の車でその店に向かった。着いたのは深夜2時頃。早速入ろうとドアを引いたが動かない。古い店なので自動ドアではなく手動の引き型のドアだったのだが、びくともしない。
何してるんだよ、と友人が引いてみた。しかし全く動かない。二人で引いてみてもダメだった。店の明かりはついているのに。すいません、とドアを叩いたが、反応がない。その時友人が、とっさに裏側に回って窓を覗いた。俺も後をついていこうと思ったのだが、友達が、もう行こう、と言う。どうした?と聞いたのだが、足早に車に向かう友人。その時だった。携帯電話が鳴ったのでびっくりしたんだが、一瞬で切れた。確認してみると、知らない番号からの着信だった。こんな深夜に、ワン切り業者も大変だな。何気なく、店の看板を見ると、さっきかかってきた番号と同じ番号が看板に書かれていた。なんで店から俺の携帯に?背筋がゾッとした。俺はその場にいるのが嫌で、車に飛び乗った。しかし、車の中で、友人は一言も話そうとしない。何気なく友人の携帯を見たら、不在着信ありになっていた。俺はなぜか友人の携帯を開いて着信履歴を見てしまった。すると、俺の携帯に着信があったのと同じ時間に、同じ番号から電話がかかっていた。おい、と友人に話そうとしたら、友人は青白い顔で汗をかいていた。お前、さっき窓から何を見たんだ?と俺が問い詰めると、知らない方がいいよ、そうつぶやいた。俺は友達の青ざめた顔を見て怖くなり、それ以上聞くのをやめた。次の日、他の友達にこのラーメン屋の話をしたら、どこの店?って聞いてきたんで、場所と店の名前を言ったら、彼は笑いながらこう言った。お前、嘘つくの下手だよな。そこの店、前に潰れてしまって、今は空き地になってるだろ?と。それから友人は、うつ病みたいになってる。他の人間に言っても、信じてはくれないし、俺自身も、夢を見ていた気もする。今はきっと夢だったんだと、脳内で保管をしたんだけど、あれから胃の調子が悪いので、すっきりしたくて、ここで話そうと決意した。もしかしたら、俺が行った店は、潰れてはいなかったのかもしれないが、怖くてあれから近づいてはいない。あと、携帯の着信履歴が残っていなかったから、本当に夢だったのかも。それか、友人が助けてくれと、俺に夢で訴えたのかもしれない。身代わり。私の友人が飲食店の店長をすることになった。その店に行きたいなと思いつつも都合がつかなくて、結局その店に行けたのはオープンから一ヶ月が過ぎようかとしている時だった。忙しそうに働いていたが、なんとか友人が
時間を作って席まで来てくれた。けど友人を間近で見て驚いた。土気色というか、不気味なくらいに顔色が悪くて、正気がなかった。話を聞いてみると、オープン前から2ヶ月近く、1日も休日がないとのこと。しかも朝の7時起きで、仕事が終わり、家に着くのは午前3時。仕事内容は1日立ちっぱなし。事務的な雑用も友人が一人でしていた。店長である友人は雇われ店長だけど、補佐役の人がまだ未熟で任せることができないから、そんなハードワークになってしまっていると。友人は泣きそうな顔で、肩が痛い、腰が痛い、首が痛い、頭が痛い、足が痛いと何回もつぶやいていた。ちゃんと休みをもらいなよと言っても、忙しい今は自分の代わりがいないから無理だと首を振った。翌日は本当に大事な予約が入っているから、今すぐ過労で倒れても休むことはできないや力なく笑った友人を見て、本当に心が痛んだ。家に帰って、何か力になってやりたいのに、何もできない自分を恨めしく思いながら、その夜はいつまでも寝つけなかった。翌朝目を覚ますと、体中が今までに体験したことのないような、強い痛みに襲われていた。とにかく頭のてっぺんから足の先まで痛くて痛くて涙が出た。体には力も入らないし、何をするにも気力が湧かない。結局その日は風邪でもひいたんだと、一日おとなしくベッドの中で過ごした。夜になって友人から電話がかかってきた。なぜか今日は昨日までの疲労が一切なくて、嘘のように元気になったと。肩も腰も首も頭も足も全く痛くないし、顔色も久しぶりに良かったと。おかげで大事な予約も無事に今終わったと声も弾んでいた。その時、私が一日中苦しんでいた痛みの理由が分かったような気がした。次の日目を覚ますと、前日の痛みが嘘のようになくなっていた。その後友人は少しして、やっとまともな労働環境になった。今では独立をして、自分の店を持って、そこそこ評判の繁盛店になっている。私はあの日のことを友人に話したこともないし、これからも話すつもりはない。姿を消した女。私は学生の頃、ある町のハンバーガーショップでメンテのバイトをしていた。閉店後の店内を翌朝までに清掃する仕事だ。私と K さんの二人でメンテに入った時のこと。四時頃には一通りの清掃を終えて、仮眠を取るために二階の客室に上がった。照明を消して、ベンチの上に横たわって、うとうとしていると、K さんに肩を叩かれた。一階の方で物音がする、という。
階段のところに行って耳を澄ますと、厨房で回している洗濯機の音に混ざって、かすかに声のようなものが聞こえた。階段を降りて、恐る恐る厨房の方を覗くと、洗濯機の前に人影が立っているのが見えた。ジーンズに T シャツ姿の若い女。洗濯機の中を覗き込んで、何事かつぶやいている。おい。私が声をかけると、女は振り向いてこっちを見た。昼勤のバイトをしている N 美だった。活発な感じの子で、メンテ仲間にも人気がある。今は心なしか、顔色が青白く、うつろな表情。10秒くらい無言でこっちを見ていたが、おもむろにきびすを返し、私たちのいるところからは死角になっている厨房の奥に向かって、小走りに消えた。二人揃って後を追って、角を曲がって奥の方を覗く。誰もいない。厨房のその一角には、冷蔵庫とシンクが置いてあるくらいで、人が隠れるスペースも、他に通じるドアもない。一応冷蔵庫を開けたが、中は食材がいっぱいに詰まっているばかり。私と K さんは、しばらく呆然として立ち尽くしていた。あれ、N 美だったよな。K さんの声は震えていた。幽霊ですかね。なわけねえだろう。N 美生きてるじゃねえか。あ、いや、たった今死んだとか。バカ言ってんじゃねえよ。もう仮眠どころではなく、二人ともいつになく丁寧に清掃しながら朝を待った。作業日誌に N 美のことは書かなかった。絶対本気にされないだろうと思ったからだ。家に帰って昼まで寝て、午後の講義を受けた。帰り道、遠回りをして店の前を通った。カウンターの向こうで、キビキビ働いている N 美を見て、私は少しほっとした。次のメンテは友達の Y と一緒だった。仕事に入る前、事務所で前回に見た出来事について話すと、Y の顔色が変わった。聞いてみると、先週のメンテで一緒になった奴が、N 美を見たのだという。俺が2階で清掃してたらさ、そいつがパニクって上がってきてさ、開いた冷蔵庫の扉の前で、N 美が立って中を覗き込んでいたんだって。そいつが声をかけると、N 美は冷蔵庫の中に消えた。もちろん冷蔵庫の中には人が隠れるスペースなどはない。あれなんじゃねえの？生き霊ってやつ。私が茶化すように言うと、でも、生き霊ってさ、恨み持ってるやつのあれだろ？N 美ってそういう感じじゃないよな。と言い返された。確かに、N 美はサバサバした感じの子で、誰かを恨んだりするタイプには見えない。夜中、店に忍び込んだんじゃないの？なんで？
何のために？金は事務所に持ってっちゃうし、理由がないって。無遊病とか。どうやって店に入るんだよ。それに消えたってのはどういう説明するんだ。結局、何の結論も出ないまま、店の営業が終わって時間切れとなった。その日の仕事は、私が2階、Y が1階という風に分担してやることにした。客席の床を掃いている最中に、下から声がした。手を止めて耳を澄ましていると、今度は叫び声が聞こえてきた。Y の声だった。私は慌てて階段を降りた。カウンターの向こう、階段の裏側にある倉庫の前。Y が床にへたり込んでいた。目を閉じて何事かつぶやいている。大丈夫か？何があった？Y は目を開けると、怯え切った表情で、上に連れて行ってくれ、とだけ言った。20分ほど経って、ようやく落ち着きを取り戻した Y は、さっき見た一部始終を語り始めた。Y は床の掃除をするため、掃除機を出そうと倉庫の扉を開けた。中に、N ミがいた。青白い顔、うつろな表情。驚いて後ずさった Y の目の前を通り過ぎて、N ミはまたもや奥の方へと消えた。それで Y は腰を抜かしたのだという。やばいよ。やばいって。明日店長に行ってみようぜ。私は本気でビビっていた。Y はうつむいたまま黙りこくっていた。帰り際になって Y が私を捕まえていった。昨日のこと、俺が店長に話しとくから、お前は先に帰ってくれ。だけど、俺のこともあるし。いや、それも俺が話しとくよ。お前は先に帰ってくれ。Y の、いつになく強い口調に気をされて、私はそのまま帰ることにした。次のバイトを探そうと真剣に考え始めた。次のメンテに入った日、N ミが何の連絡もなく無断欠勤していた。今までなかったことなので、心配した店長が N ミのところに電話をしたが、誰も出ないらしい。私は内心めちゃくちゃ怯えながら清掃していたが、その夜は変なことは起きなかった。翌日の夜、早めに寝ようとしたところで、電話がかかってきた。Y からだった。ちょっと話があるんだ。そっちに行っていいか。声が妙に沈んでいたので、何事かと思ったが、20分後に現れた Y は案外普通に見えた。どうしたんだ？いや、N ミのことなんだけど。昨日いきなり休んだらしいな。知ってる。電話しても出ない。アパートにもいないんだ。アパートにって、お前。ちょっと前から俺、N ミと付き合ってたんだ。そう言って、Y は N ミとのことを話し始めた。
Y が N ミと付き合い出したのは、ここ1ヶ月のことだった。N ミは親元を離れて一人暮らしをしていた。Y は何回か N ミの部屋に行ったらしい。付き合っている最中の N ミは明るい普通の子だった。だから、N ミの生き量の噂を聞いた時も、Y は嘘だと思って相手にしなかった。ところが、先日の深夜、私と一緒のメンテの際に、Y は自分の目で N ミを見てしまった。私にはああ言ったものの、Y は店長には何も話さなかった。そしてその日の昼に、N ミに会って話をしたそうだ。最初は、何言ってるの?と笑っていた N ミも、Y の真剣な表情に怯え出した。最後に二人して黙り込んでしまい、結局気まずい雰囲気でその場は別れたらしい。翌日の夜、Y の家に N ミから電話があった。昨日の話題は出なかった。ただ、N ミはやたら昔の話をしたがった。Y との思い出、一人暮らしを始めたきっかけ、子供の頃の記憶、両親のこと、やがて昔付き合っていた男の話までしだしたので、鬱陶しくなった Y は、仲間強引に電話を終わらせてしまった。その次の日なんだ。N ミが姿を消したの。Y は昨日の夜、つまり N ミが無断欠勤した日の夜に N ミのところへ電話した。しかし N ミは出ない。アパートに行ってみるとドアの鍵が開いてる。中に入ると N ミの姿はなく、部屋の中が妙に整頓されていた。嫌な予感。Y は近くの公衆電話で以前聞いた N ミの実家の電話番号をプッシュした。電話はすぐにつながり、N ミの母親が出た。Y は担当直入に聞いた。N ミさんはそちらに戻っていますか?しばらく沈黙があり、やがて重々しい口調で返事が返ってきた。N ミは死にました。半年前に自分の意志で。なあ、どう思う?Y は顔を歪めながら聞いてきた。俺、N ミのおふくろさんに N ミのことをいろいろ聞いたよ。人違いかもしれないなって思って。でも、顔や体の特徴、性格、話し方、子供の頃の記憶、同じなんだ、何もかも。俺が知っている N ミと、半年前に自殺した N ミ。同一人物としか思えないんだよ。私は呆然とするしかなかった。N ミがバイトをしている姿は、私も Y も K さんも他のバイト仲間や店長も見ている。何百人という人が N ミの手からハンバーガーを受け取っているはずだ。それがすべて幻だったとでも言うのか。N ミは幽霊だったのだろうか。俺、家に帰ってから N ミの写真を見たよ。
そのままだった。何も変わってない。俺の記憶のままの N 味が映ってる。あれが N 味じゃないなら、誰なんだ。Y は泣いていた。私は、何と慰めていいのかわからず、Y と一緒になって泣いた。結局、私や Y が知っている N 味の行方は、それっきりわからずじまいだった。バイト先に残されていた、N 味の履歴書に貼り付けてあった学生証のコピー。そこにあった学籍番号は、別の学生のものだった。N 味の部屋は、生活の痕跡が残されたままで、預金通帳や現金もそのまま残されていた。これは、誰かが仕組んだ。手の込んだいたずらなのか？誰もがそう考え始めた頃、Y が死んだ。見通しのいい直線道路。Y は急に歩道から飛び出し、タクシーに轢かれた。遺書の類は残されていなかった。自らの意志なのか、偶然なのか、分かろうはずもなかった。ただ私には、思い当たる節があった。気になることがある、と言った方がいいかもしれない。N 味が消えた翌日、私の部屋に来たとき、Y が話していたことが、もう一つある。Y が階段裏の倉庫で N 味を見た時のこと。Y は目の前を通り過ぎて、そのまま走り去ろうとする N 味に思わず声をかけた。おい、待てよ。N 味は足を止め、ゆっくりと振り返った。次の瞬間、N 味の目が驚いたように見開かれた。そのまま一箇所をじっと見つめている。Y はその視線を追って倉庫の中に目をやった。そして Y はそいつを見た。倉庫の奥に座っていたそうだ。Y は恐怖のあまり腰を抜かした。目を閉じてひたすら祈りの言葉を繰り返す。やがて、大丈夫かという声がして、Y はようやく目を開けた。目の前に私の姿があった。ほっと一安心したそうだ。で、私の肩越しに倉庫の中を見た。薄暗闇の中、そいつがゆっくりと立ち上がろうとしているのが見えた。一刻も早くその場を離れないとやばい、そう思ったそうだ。上へ連れてってくれ。だから Y はそう言った。そいつについて、Y はそれ以上何も教えてくれなかった。私が何を聞いても返事をしなかった。怯えていたのかもしれない。ただ、そいつを見たとき、Y は恐怖とともに、ある予感を抱いたのだという。N 味とはもう会えないかもしれない。Y はその時、何かを諦めたんだと思う。うまく説明できないけれど、きっとそうだ。だから、Y の死因は、自殺ではないと思う。
友人と行ったカラオケ屋。友人と三人でカラオケに行った時のこと。通された部屋は狭くて、壁に沿って L 字にソファーが置かれていた。モニター側に A、L 字の直角部分に B、その隣のドア付近に私が座った。狭い部屋なので、音量を上げると話し声は聞こえにくくなる。曲が終わって、部屋がシンとなった時、A が B に尋ねた。ねえ、さっき曲の途中で B ちゃん笑った?と。B が笑ってないと首を振ると、A が、おかしいな、と言った。若い女の声で、うふふって耳元で聞こえたと。B の声は特徴的で、聞けばすぐわかるし、うふふとは笑わない。その直後だった。店員さんが部屋に入ってくるや否や、エアコンの調子が悪いので部屋を変わってほしいと私たちに告げた。その店は以前からよく利用していたが、機械やマイクの調子が悪いとこちらがクレームを言っても、あまり真剣には対応してくれない。いつもだったらそうだ。なのに、こっちがフロントに電話もしていないのに、エアコンの調子が悪いからと、わざわざ部屋に来るのはおかしい。それに、エアコンの調子は悪くはなかった。A と B も、そのことを感じたのか、腑に落ちない顔をしている。店員さんが来たタイミングが、A が女の笑い声を聞いた直後だったため、余計に気味が悪い。その後通されたのは、最初の部屋よりも倍以上広く、機種も最新型の部屋だった。しらけている二人に、私はふと漏らした。監視カメラに、なんか映ってたのかな?その場が凍りついた。行った後で、閉まったと思ったけど遅かった。その後盛り上がることもなく、カラオケ屋を後にしたのだが、知人に聞いたところ、その店、白い服を着た女の霊が出るので有名らしい。後から A に聞いてみると、笑い声が聞こえたのは B からではなく、モニター側からだったとのこと。置いていった。某飲食店で、深夜のバイトをしていたとき、ほんのり怖いことがあった。ある日、興奮した様子の大学生、男5人が入店してきた。どうやら地元で有名な心霊スポットに行った帰りらしく、注文そっちのけでその話で盛り上がっていたんだ。30分ほどして、もう一人の連れがやってきたんだけど、そいつは席に着くなり、なんかやべえよなお前、変だろって、先に来ていた奴の中の一人を捕まえて、動くなよとか言いながら、写メを取り出したんだ。その写メには、はっきりと霊が映っていたらしく、ほら見てみろここ、ついてるだろ、本当に何かが映っていたみたいで、そこのテーブルは大騒ぎ。俺はどうにか、その写メ、盗み見てやろうと思ったんだけど、
さすがに無理で。そいつらのテーブルのそばをうろうろしながら、ことの展開を見守っていた。取られた方は、最初はヘラヘラ笑っていたんだけど、映ってしまったらしい写メを見て、顔を真っ青にして。怖え、どうしよう、どうしたらいいんだ、って狼狽してて。そこでいきなり、除霊が始まってしまったんだ。後から来た奴は、霊感がある奴だったんだろうな。もう一度写メを撮ってみせて。あ、もう映ってないから大丈夫だ。この店に置いていくか、とか話していたのが聞こえてきて。おいおい、冗談だろ。置いてくとかなんだよ、って思いながら。まあ、ただの悪ふざけだろうなって、それほど気にはしていなかった。でもそいつらが帰った深夜、と言っても、もう明け方だった。いつも朝飯を食いに来ている代行のおっちゃんとカップルが一組。店内の客が少なかった時だったんだけど、代行のおっちゃんがトイレに立ってすぐに戻ってきた。で、俺に、男用のトイレで女の人が床に座ってるとか言い出すわけ。酔っ払いでもいるのかなと一緒に確認をしに行ったんだけど、誰もいない。なんか気持ち悪いな、なんて思いながら、さっきの大学生の話を思い出して、あいつら、本当に置いていきやがったのか、と。偶然かもしれないけど、それから変なことが立て続けに起きて、一週間くらい続いていた。具体的には、店のど真ん中にある大きな窓から、女の人がずっと覗き込んでいて、気分が悪いから追い払って、とお客さんからクレーム。だが、俺を含めて、誰もその女性を見なかった。客がいなくなった店内で、すいません、と何度も呼ばれた。バックルームに勝手に女性客が入り込んだのを、キッチンの従業員が目撃。探したんだけど、誰もいない。昼間、男の子連れのお母さんが、息子がトイレが怖いって入りたからないので、従業員用のトイレを貸してほしい、と言ってきたらしい。何が怖いのかと聞いてみたら、台の方の便座の貯水タンクの上に、顔がない人がいる、と言って大泣きだったんだと。トイレの清掃用具の扉が何度閉めても勝手に開いていた。しばらくして常連のおばちゃんに、この店、変なのがいたのよ。もういなくなったみたいだけどね、と意味深なことを言われた。今はもう何も変なことは起こらなくなったみたいだけどね。解体屋。近所のいわゆる解体屋が怪しげな商売を始めた。いわく人形供養しますと。神社仏閣に関わりなんてないくせに、適当な寺の名前を語って人形を引き受けて供養してもらうと客を募っていた。時代的にゴミの分別が威張り始めていた時期で、本職もあんまり人形を引き受けたがらなくなっていた頃のこと、そこそこ繁盛していたようだ。解体屋のヤードの隅には
雨ざらしでネズミ色に変色した人形や、ぬいぐるみがこんもりと山を作っていて、かなり不気味な光景だった。供養するなんて言いつつ、結局は他の廃材と一緒に砕いて埋めてしまわれた人形は、多分トン単位だったと思う。そんな解体屋に異変が起きたのは、その供養商売を始めてから一年ほど経ってから。最初に、社長の孫が水死。まだ幼い孫は、解体屋のヤードに設置したビニールのベビープールの中で溺れていたそうだ。その後、孫の母である解体屋の娘が精神的に不安定になって、人形の山に自ら埋まることがたびたびあった。それから席を切ったかのように、解体屋を取り巻く人の子供や若い人ばかりに不幸が多発。解体屋からはどんどん人が辞めていって、わずかに残った社員は社長にお払いを受けるようにと必死に頼み込んだそうだ。実際、神主さんから坊さんから怪しげなおばさん祈祷師まで解体屋に出入りしてた。それでも不幸は収まらなかったらしい。でも不思議なことに、社長には一切危害がない。代わりにその周りだけ。社員の実子から親戚、知り合いと、どんどん範囲が広がっていって、最終的に社長が専務と共に自ら命を絶つまで、不幸の連鎖は続いていたらしい。実際のところ、社長の死後、解体屋は解体してしまったので、本当に不幸が収まっているかはわからない。けど、未だに回復しない社長の娘さんの精神状態を見ていると、まだ続いているような気がする。と、解体屋がまだブイブイ言っていた頃にもらった、ぬいぐるみを見つめつつ、この話をしてみた。専務はただの雇われだったけど、多分供養の発案者じゃないかなって。あんまりいい噂は聞かない会社だったから、別件で何かやらかした可能性はあるけど、ご近所は全会一致で、人形のせいになっていて、一時期子供たちに人形やぬいぐるみを買い与えるのがタブーになってた。お札。俺が某飲食店で働いていた頃、チェーン店の中でも古いけど馴染みのお客さんや3世代で楽しんでくれるお客さんがいたから、トップクラスの売り上げを出している繁盛店にいたんだ。基本は調理場なんだけど、必要に応じてレジにも立つし接客もしていた。だが歴史があるせいか汚くて、転勤した初日から残って少しずつ掃除をしていったんだ。不要品の整理とか、木材でできているところにワックスとか、だんだんと綺麗になっていって、最初は警戒していたバイトの子もちょっとずつ手伝いに来たりと、コミュニケーションのツールにもなった。で、表の掃除が進んだから、レジの裏に手をつけようと、壁に備え付けてある棚を開けたら、忘れ物箱があったんだ。もう埃もかぶっているし、日付がついた紙が貼ってあるんだけど、3年前とかごちゃごちゃして汚い。で、箱を取り出そうとしたら、たまたま近くにいた、10年働いているベテランの女性が、あっ、って叫んだんだ。どうかしたの？と聞いても、何でもないと言う。じゃあ掃除を続けようと、箱を出し、埃を拭こうとしたら、
箱が入っていた棚の奥に違和感を感じ、覗いてみた。そこに、お札を発見した。あまりにも、不自然な位置に貼ってあることと、さっきの女性の反応が気になって聞いてみたんだけど、知らないという。その日は終わったんだけど、だんだん気になって、他の従業員にも聞いてみたんだ。でも誰も本気で知らなそう。だからその女性に、あれ、汚いから剥がそうと思ってるんだって話したら、顔色を変えて、ダメだと訴えてくる。なんでって聞いたら、今度は教えてくれた。なんでも、店舗ができた当時から、社員は年に一度怪我をするらしい。救急車を呼ぶほどではないけど、病院に行くレベルとのこと。でも当然だけど、怪我が起きるからお札を貼ろうということにはすぐはならないんだよね。そんな時、そういうことを気にする人が社員になって、その話を知り、お札をもらってきて貼ったようだ。そしてそれを貼ったら、怪我はピタリと止んで、それからバイトも店長も社員も入れ替わって、そのことを知っているのは、その女性だけになっていたそうだ。だが当時20代で、夜遅くなって、深夜店舗で寝泊まりをしている時に、店員を呼ぶ、ピンポーンが鳴っても、はい、と、その席まで行く俺。誰もいない店舗の事務所にいたら、ドアノブがガチャガチャ回されて、泥棒かと思い、ハサミを持って確認をしたら、誰もいない。そんなことを経験していた俺は、迷わず剥がした。その子は慌てていたけど、まあバイトが怪我をしないんだったらいいや、って思ってさ。そしたら、次の日曜日に来んだ。1時間待ち、2時間待ちと、俺だったら帰ると思うほど、待つお客さんが多かった。調理が楽しい俺は、厨房でノリノリだったんだけど、何かの食材が切れて、裏にある冷蔵庫からそれを取ってこようと、小走りで途中のドアをトンと開けて通過しようとしたら、そのドア、バネとかで自動で閉まるタイプではなくて、手で開けて手で閉じるタイプだったんだけど、トンと開けて開いたのを確認したのに、ビュンって感じで戻ってきた。そのドアが俺の顔面に直撃して、左目のまぶたを切った。それほど痛くはなかったけど、ビュッと血が出て、左半分真っ赤な顔。まあ怪我自体は大したことはなかったんだけど、当然その傷は顔に残った。お札ってこういう意味だったのかな。と思いつつも、まあいいやで済ませた俺が甘かった。店舗には社員が2人いたんだよ。店長と俺。俺は血を流したけど、店長は何も起きていなかった。強いて言えばバイトから嫌われていた。それはとにかくすごく。で、そのお札を剥がした1ヶ月後くらいに、店長の具合が悪そうな日が続いていて、少ししたら出勤してこなくなった。どうやら白血病になってしまったらしい。なんで？となったけど、知っている人は2、3人くらいだったから、黙っててほしいということと、薬を飲んでいるから大丈夫ということ。
時々休みがちになっていって、バイトの子、そのお札のことを知っている女性と話していて、まさかお札は関係ないよね、という話になった。なのになぜか、元のお札をもらったところに、休みを合わせて行ってきた。で、同じように貼ったら、店長の症状も軽くなったらしい。らしいというのは、貼ってすぐ俺は転勤になった。俺の代わりに配属された社員も、どうやら怪我はしていないようだ。まあ、お札って、大事なんだねっていう話。皆様、今日も聞いていただいてありがとうございました。お店の怖い話をさせていただきました。お店ですか。お店は怖いですよ。何が？お店はですね、私も体験がいくつもあります。その中からですね、なんとも理不尽な話をしたいと思います。私が社会人になって、まあ、初めてサラリーマンになった会社で、某携帯ショップの店長をやっていたんですね。まあ普通に考えたら、社会人すぐですぐ店長やれっていうのもね、なんか嫌がらせみたいなもんですよね。まあそんな店長やってまして、当時はですね、私を含めて店舗には10人。社員派遣さん含めて10人ですね。男性私1人、女性9人ですね。9対1でございます。で、よくお客様からですね、兄ちゃんいいな、こんなたくさんの可愛い姉ちゃんと一緒に仕事できてみたいに言われたこともありましたが、まあその時私がそのお客様に答えた答えですね。何言ってるんですかお客様、変わってあげましょうか。で、そこまでのこつげ言ってませんけど、その時にね、まあ、それ言われた時にですね。で、そのお客様が、私が、たまたま忙しくて接客に出てね、私接客が好きだったんで、なんでわしだけ、兄ちゃんなんだよって言われた時にね、9人も女性が他に、まあ、休みの日もいるから、だいたい7人、8人くらいなんですけどね。たまに休むの、有給のね、こともありますからね。まあ、そんな中で、その時に私がね、何言ってるんですか、お客様。こんなにたくさん女性がいて、お客様だけ私なんですよ。お客様当たりじゃないですか。って言ったら、そうかなーって言われて、でもいいなーって言われたから、代わって差し上げましょうか。って言ったのは、本当の話。本当に言いました。んだねー、お客様。何をおっしゃいますかみたいなね。まあ、そんな状態で仕事をしていまして、まあもちろん楽しく仕事をしていたんですけど、まあ、店長やってますが、だいたい7時に閉店してからもですね、最後の事務処理とかいろいろあるんですね。本社への、報告作業ですとか、まあ、本社の仕事もしていたものですから、そっちの仕事もしたりとかね。だから残って、だいたいね、本当に10時、11時だったんですよ。でも、だいたいね、帰らないんですね。仕事終わってるのに、一人二人は。で、なんか9人も女性がいると、まあ、男性もそうなんですけどね、9人も同性がいると、派閥があるんですよ。その派閥もですね、まあ、時期によって数が変わって、ま、だいたい3つから4つぐらいの派閥ともがね、存在する感じだったんですけど、で、だいたいその派閥で誰かが残って、店長、これがこうで、ああでこうで、って、なんかあるんですね、そのお互いの言い分がね、その日によって日替わりなんですよ。でもやっぱり人間関係うまくやっていかなきゃいけないから、ああ、そっか、そうなんだね、と思いながらも、はよ帰れよ、とか思いながらね、仕事終わってんだろうってね、思いながらまあ日々を過ごしておりました。で、その時ね、ちょっと印象的なことがね、あって、まあ、社員がね、女性の社員は、3人で、派遣さんが、まあ、6名。最大6名。で、私1人、最大10人ですね。だいたいこれくらいの人数をね、キープしておきたかったんです。実際に派遣さんを例えば減らすとかやってしまっていくと、
本社からはね、繁忙期でもできるじゃないかって言われちゃうんでね、それが嫌だったんで、なんとかうまくね、お客さんを集客して、この人数維持したいと思ってやってたんですけど、そんな時にですね、まあ、ミーティングですね。ミーティングはたまに夜閉店後にね、やってまして、社員だけが参加するものと、あと、新商品とか新サービスの説明会とかがあったので、その説明会に我々その店長とか出席してそれを社員に落とし込むという時は、まあちょっと残業つきますし、もちろん遅くなって申し訳ないんですけど、1時間くらいちょっと残っていただいて時間を作っていただいてミーティングするということもあったんですね。で、それはね、派遣さんもいらっしゃった時のミーティングです。確か新サービスかなんかの説明をしようとしていた時だったんですけど、なぜかその社員3人の中に、まあ、副店長の女性が一人いまして、それがまあ S さん。で、他の社員にもう一人 K さんというのがいて、もう一人はね、特にまあ今回関係ないんで、特に名前を付けません。K さんというね、社員がいて、S さんが副店長。で、なんかね、突然のその新サービスかなんかの話をしていたら、その社員の K さんが、なんかね、泣き出しちゃったんですね。え?と思って。いや、泣くその、前提何もないんですよ。だって新サービスの話してたんだもん。ね、どうしたんだ?まあ、ただやっぱりね、なんかあったのかと思って、どうしたんですかって、大丈夫ですかと。いうふうにね。まあ、実はその K さんとはね、ちょっと K ちゃんっていうか K さんね、いろいろやっぱりあって、ちょっと問題児だったんですね、実は。問題児だったので、大丈夫ですかっていう、その心も、私も若かったから、本当に心配で大丈夫っていうのと、大丈夫?みたいなね、気持ちもなかったとは言えん。苦手意識もあったんで、でもまあ一応大丈夫ですかって言ったら、ただしばらくね、って泣き続けた後に、店長と、まあ副店長ね、たちは、ずるいって言い出したんですね。なぜに怖いと思いましたね、いきなり。うわーって思いましたけど、え?と思って聞いてたら、まあ店舗ですから、お昼休憩ってみんな一緒に取れないんですね。12時になったら行ってらっしゃい!みんなで行こうってわけにいかないので、まあ当然交代なんです。その時接客をしていれば後になりますし、ただ何かねトラブルとかあってはいけませんから、やはり社員は絶対どの時間帯にも誰かいなきゃいけないっていうのは考えていたので、一番最初に社員の方と派遣さんね、ちょっとコンビで入っていただいてとかって感じで回していって、まあ店長、私ね、大体私一番最後なんですよ。だから4時ぐらいとかだったんですね、大体。いつも食べるの4時とか下手すら5時。冷めたお弁当を食べていましたよ。お弁当とかね、お弁当屋さんに注文して、じゃ店長の買ってきますよって言ってくれる子もいたんで、じゃあお願いしていいかなって形でね。お願いしてて、鶏肉弁当が好きだったんですけど、私は。もう冷めてますよね。昼に買ってくれてますからね。で、その K さんが泣いた理由がお昼休憩のことだったんですよ。何がと思ったら、まあ、お店10時から始まります。私とかはね、普通に9時ぐらいから出勤して仕事してるんですけど、当然スタッフの方、社員も含めて、定時は10時からですから、10時から仕事ね、来ていただいてやっていただくんですけど、やっぱりKさん自身は社員、で、副店長とかではないから、副店長か、まあ私がね、お昼の順番その日で、じゃあ、何々さん行ってきてもらっていいですかみたいにやるんですけど、どうしてもね、仕事のやっぱり内容が違うので、副店長も副店長で、事務仕事とかもあったりとかするので、K さんが先に行くことが多いんですね。まあ、それは抱えてる仕事が違うから、ある意味仕方ない部分も正直あると思っていたんですけど、K さんがずるいと言ったのは、私は10時から仕事をしてます。朝ごはんもだから遅いんですと。家で食べてくるときね。そんなに遠くに住んでないから。は?と思って、ほうと聞いたら、私12時だと、お腹空いてないときもあるんですとか言われて、
えって。で、さすがにね、まあ私はね、何言ってんだ、またか、とか思ってたんですけど、実は。でもさすがに副店長の子がちょっとね、かなり気分を害してしまったようで、ね、だったら、例えばの仕事の内容とかもあるし、例えばその昼とかにね、昼間とかにやっぱりその、まあ、携帯のキャリアのね、メーカーさんとか、そのいろんなところが来たりとか、本当にあるんですよ。その連絡が届いたりとか、そういった連絡が届いたらすぐにその、お店のね、まあ私含めて、いろんな方に周知をしなきゃいけないって仕事もあるので、そういう仕事もあるし、じゃあそういう仕事を、その K さんも少しやってもらえないかって言ったら、それって副店長の仕事ですよねって。手当てもらってませんから、私とかね。ああ、これはダメなやつだと思って。じゃあやっぱり、まあ副店長もやっぱり女性ですから、まだ若かったんで、ちょっと涙ぐんでしまったんですね。一生懸命やってるのに、まあ、こんな言い方は悪いけど、お昼ご飯のことでそんなこと言われて。でもじゃあ K さん、一番最後にするかと。俺4時とかだぞって言ったら、そんなの嫌です。たまならいいですけどって言われたときに、そうかーと。まあでもね、申し訳ないけど今日は派遣の皆さんにも残っていただいて新サービスの話をしてるから、そういう話はね、また社員だけのミーティングとかでやろうかと。でも、ひとしきり泣いた後は怒りに変わってたんでしょうね。ただ、そこでも、まだなんか言おうとしたんですけど、派遣さんがやっぱりちょっと怒っちゃって、で、その K さんに対してね、ちょっとわがままじゃないですか、それは、みたいなね。K さんより少し年上の方も、が結構多かったものですから、K さん一番若いのかな。それはちょっとわがまますぎませんかって話に発展してしまい、どうどうどう、みんなどうと思って、あ、もうわかった、もう本当に皆さんお願いしますと。ね、本当にお願いしますと。今日はね、遅くなっちゃいけませんから、ね、ただでさえ7時でね、仕事が終わってからやってますから、皆さん女性ですからね、なるべく早く終わりたいですからって、もう本当にどう、ブレイクと思って、斜め続けて、やっとその日は終わらせたんですけど、まあ、まあ、社員のミーティングでそれを蒸し返すことは私はしませんでしたね。私は何も変えずにそのまま過ごしましたけど、まあ、他にもね、その K さんいろいろちょっとあったんですけど、まあ、まだね、若かったんでね、その時 K さんが確かね、23かな、まだね。まあ、ちょっといろいろあった方で。まあ、ただね、つまらせさんとこと違うのは、まあ、そんな K さんも、まあ、どんどん苦労をやっぱりするわけですよね、お店とかで。まあ、私のお店からは離れたんですけど。で、数年後に会った時は、もう、副店長とかになってて、もうその当時の、わがままぶりは、どうやらなくなってましたね。だからやっぱり苦労したんだと思うんですよ。だからやっぱり学んで、あんなことやっちゃいけなかったなっていうのもね、多分、分かってくれたんだろうなと思いながらも、なぜ私の店にいるときに分かってくれなかったんだろうとかね。まあ他にもいろいろ、本当に私でいるときはいろいろあったんで、まあ、でもね、そうやって変わるんだなっていうのは思った、最後ちょっといい話で締めようかなと思います。あの時のことを思い出すとね、私も若かったからね、もっとうまくやれればよかったなと思うんですけど、まあ、いろいろありますよね。あとはね、お店でね、これはまあ本当に、今の話はただの、まあ笑い話なんですけど、今思えば。一つ怖かったのはありまして、当時ね、その携帯ショップ結構大きかったんですよ。今だとあの大きさではあんまりないかなっていうくらい大きかったんですね。で、その、携帯のメーカーのその、キャリアっていうんですね。キャリアの方針で、シャッターは閉めないでくれと言われていたんです。なぜかというと、お店の中に、大きいそのキャリアの光る看板があるんですね。お店の中にもですね、壁にあるんです。それが外から見えることで宣伝効果もあるからと、いうことで閉めないでくれと、って言われていたんです。正直シャッターは閉めたかったんですね。
まあ、なんでかというと、夜一人で残業していても、だから最低限の電気はついてますから、看板の電気と非常用のね。ガラス戸を無理やりこじ開けて、おいおいっていう人がいるんですね。これが本当に9時、10時、11時近くなっても。で、まあ、基本的には、無視をしていました。まあ、ガラス戸も当然鍵かけてありますから、ね、開けることはできませんから、当然無視をしていたんですけど、まあ、無視しきれなくなる時もあるんですね。姿見られちゃった場合ですね。裏でやってればいいんですけど、たまに表の方でやらなきゃいけないこともあって、表にいると姿が見えてしまってるんで、おい、これてめえ!おい!とか言って来るんですね。で、何かというと、大体は、料金を払っていなくて、電波が止められてしまったから、今すぐ払うから何とかしろと、いう、ことを言ってくる方なんですね。まあ、その携帯ショップで払うと、基本的にリアルタイムで繋がりますから、当時ね。今は知らない。僕ちょっと今の仕組み知らないんだけど、ただまあ、その受付時間終わってますから、機械も落としてますし、やってやれんことはないけど、やることはしない。まあ、基本的に断ってるんですけど、もう罵詈雑言の嵐ですね。てめえのせいで取引がなんたらかんたらとか、なんかそんな人もたくさん確かにいました。で、その時にちょっと怖かったことがあって、その日はね、その、裏にいたんで、防犯カメラでは見えてましたけど、まあ、無視をしました。裏にいる限りは、いるかどうかなんてわかりませんから、私が。で、まあなんか叫んでいたのは聞こえてました。許さねえからなーとか、なんかそんな感じで叫んで、あーと思いながら、で、その日は本当に忙しくて、それから2時間くらいして、もう日が変わる直前くらいにそのお店を私が出て、で、自分の車に向かったんですね。駐車場までは、もうお店の駐車場の奥に停めてましたから、まあ、それこそ2分くらいで行けちゃいますよね。で、さっき言ったように、シャッター閉めれませんから、出るときは、そこの、お店の自動ドアをもう一回鍵開けて、また、表から閉めるという作業をするんですけど、それをやっていたら、声かけられて、おいって。なんでいるのにやらないんだよって、この人さっきの人だと思って、防犯カメラの。でも本当にすごくなだめて、その理由ね。まあ、100% 本当の理由じゃないですけど、この時間受付がね、このシステム上できなくてと、いう話をすごいなだめて、もう、でもね、なんでしょうね、もう殴りかかってきそうな勢い。2時間近くもそこで待っていたんですよね。誰かいるだろうと思って。まあ、車があったからかもしれませんけど、今にも殴ってきそうな、もしなんか持ってたら刺してくるんじゃないかくらいな勢いで、もう詰め寄ってくるんですね。で、まあそれを、ね、なんとかなだめて。で、まあ、自分の車行ってね、まあなんとかその日は帰りましたけど、あれは怖かったですね。まあ、そんな田舎ではなかった名古屋市内ではあったんですけど、その時間になりますと、その都会の方ではないので、その時間になりますと車の通りも少なくなりますし、当然人も歩いてないので、まあ大変だとは思うんだけど、その止まってしまったことがね、うん、なんとなく、まあ今だったらね、Wi-Fi で他のアプリを使っての通話とかできるかもしれませんけど、その当時は違ったからね、まだね、ちょっとあれはね怖かったなっていう体験でした。まあ2時間以上待ったってことは相当の怒りと言いますかね。大変だったとは思うんですけど、うん、なんかね、仕事の取引がこれで吹っ飛んだとか、損害賠償しろとかって言われたのは今でも覚えてますけど、うん、ある意味ね、ほんと怖かったですね、あれはね。だからシャッター閉めさせてくれよって当時から言ってたんですけど、当時はうちはダメでしたね。まあ、閉めてる代理店もありましたけどね。そんな、お店に関する私の思い出話をさせていただきました。ありがとうございました。だから携帯料金ね。
今どうなんだろう、今も、あれかな、そのショップに行くとすぐ開通するのかな。ねえ、まあ、確かにね、高いからね、携帯料金ね。通話も、そのかけ放題みたいなのは今と違ってなかったですからね。電話で長く話してしまえばすごくかかってしまって、ちょっと支払いに困ってしまうという方はたくさん確かにね、いらっしゃりましたね。まあ今 Wi-Fi でそういう、フリーのね、なんていうんですか、LINE、ライホーンみたいなね、アプリとかありますもんね。うん、そんなのもありますからね。ということで皆様、お店の怖い話を今日はお届けさせていただきました。ありがとうございました。昨日発送したんだけど、5万人と感謝企画の届いた人いるかな？今んとこ、まだちょっとわかんないけど。でね、皆さん本当にありがとうございました。またね、次の動画ライブでお会いいたしましょう。See you でございます。あ、その前に言わなきゃ。チャンネル登録、高評価、ベルマークの通知を、ぜひ、絶対、よろしくお願いいたします。ということで、またお会いいたしましょう。See you でございます。またね。